高評価、チャンネル登録をお願いいたします車で迎えに来た20年近く前まだ私が中学だった頃のことです当時親戚のおばさんで T さんという方がいました小さい頃は気さくでよくしゃべる方だったのですが 旦那さんが病気で亡くなってからは性格が変わってしまい塞ぎ込みがちになっているそうですある日の夜部活のバスケの練習が終わりに差し掛かった頃学校の体育館の玄関口に T さんがやってきましたとりあえず私はあれは親戚の人ですと顧問の先生に言うと顧問の先生は 会釈しながら玄関まで向かい T さんと何やら喋っていました顧問の先生が戻ってきて深刻そうな顔で「あなたのお父さんが交通事故に遭ったらしい」え「えそんなあの親戚の方車で迎えに来たそうだから一緒に帰りなさい」 私はもう何年も T さんと会ってすらいませんでしたが記憶には十分残っていましたので本人には間違いありません気が動転しつつ T さんの車に乗り込みました車が出発した後夜道を走りながら私の方から T さんへいろいろ聞きましたお父さん今どこにいるんですか 病院、どこの病院なんですかここから少し行ったところどんな状態なんですかよくわからないなんだかそっけない返事ばかりです車はちゃんと運転してましたが感情をうせて 心ここにあらずという表情でした。しばらく走っていると、だんだん不審に思えてきました。どんどん郊外の方に走っているのです。主だった病院は全部市内にあるし、私の住んでいる市は山間に全部集中しているようなところで、山に一旦入ると、隣の市街地までは相当距離があります。 こちらから話しかけてもそっけなく短い答えが来るだけだし昔の話を切り出そうとしても「そう」とつまらなそうに反応するだけこの隣で運転しているおばさんは本当に T さんなのとすら思えてきましたそのうち指導が寂しくなるあたりまで差し掛かりました これを過ぎると、もう店らしい店すらなくなり、民家が山間にぽつぽつとある程度です。まだ開いて、照明の灯っていたホームセンターの前あたりで、部活の用事を思い出したので、先生に電話してきます。私は強引に車から降りて、ホームセンターの中まで入りました。窓から、 バレないようにこっそり外を見ると T さんが駐車場へ車を止めてゆっくり店へ歩いてくるのが見えました何か嫌な予感がし私は大急ぎで反対側出口から出て猛ダッシュ運よく道路に通りがかったタクシーを捕まえて自宅を告げて家に帰りました家に着いてから 母親にタクシー代を払ってもらい玄関から入ると父親が普通に茶の間で座りビール飲んでテレビを見てましたなんだ息を切らして私の方を見てのんきそうに言ってきました事情を説明すると父親の顔がだんだん険しい表情になってきました T さんとは 旦那さんが亡くなった後は神経系の病院に通っているらしく少々言動もおかしくなってきたためもう何年も交流がないそうです子供もおらず一人だけ残された T さんは精神的に疲れたのだろうと父親は言っていましたまず T さんの自宅アパートまで電話誰も出ません 当時携帯電話はあまりポピュラーではありませんでした T さんの実家に電話し T さんの母親私から見たら祖母の妹さんに出来事を話しましたすると2日前からパート先を無断欠勤していて連絡が来ていたとのことそろそろ向こうからも連絡しようと思っていたところだったそうです 翌日警察に捜索を届けて調べてもらいましたが T さんの部屋からは財布以外これといった貴重品も持ち出しておらず車と本人の行方が全くわからない状態ということが分かりましたただ部屋には女性の割にはお酒の空瓶が多く神経系の処方薬が何種類かあったそうです 20年経過しましたがおばさんの T さんはいまだに行方がわかっていませんおそらく私がホームセンターの窓越しに目撃したのが最後だと思います長い間行方不明のため法律上も失踪扱いになりましたもしあの日私が車に乗せられるがんままついていっていたらどうなった いたかそして私はどこに連れて行かれようとしていたのか謎が多い出来事でしたキムタク霊的な話じゃないですが3年前一人暮らしをしていた時の話。 夜9時くらいに帰宅するとすぐインターホンが鳴ったので玄関を開けると40代くらいと思われる女性が立っていた宗教の勧誘だったら面倒だなと思いつつ「はい」と言うと女性は部屋を覗こうとしながら「ここって SMAP の木村拓哉さんのお宅でしょうか?」 確かに俺は木村という名字で表札も出していたが木村拓哉の訳がなく驚きながらえいや違いますけどと言いドアを閉めようとしたすると女は閉まりかけのドアを押さえ目を見開き本当に隠してませんか本当は拓也いるんでしょう と叫びながら部屋の中に入り込んで来ようとしてきた。いやいや、違うから。ちょ、待てよ。と言いつつ、女を外に押し出そうとすると、女は。触らないで。拓ヤ、いるんでしょ拓ヤ。と、暴れ出した。俺はもう何が何だかわからなくなり、 やめろ、警察呼ぶぞ、と怒鳴ると女はおとなしくなり逃げるように帰っていった都会は変な人が多いななんて考えながらもその日は戸締まりをし寝た翌日帰宅するとアパートの入り口に昨日の女とその娘と思われる中学生くらいの女の子が通りから死角になる場所に立っていた 俺は驚きつつもダッシュで自分の部屋の前へ行くと娘の方が「拓也に会わせて」と叫んでいて女は包丁を持っていて「拓也を出せ出さないと殺す」もう目が尋常じゃないくらい血走っていた急いで鍵を開けて部屋に飛び込むとすぐに施錠し5分ほど呆然としていた 警察に電話しようと思いつつ部屋の電気をつけカーテンを閉めようとすると窓に女と娘が張り付いて中を見回していた俺は「うわぁ」とパニックになりながらもすぐに警察に電話事情を説明すると警察は「すぐに警官を向かわせるので鍵を閉めて待っていてください」 女と娘はその間窓を叩きながら「拓也に合わせろ」「拓也を出せ」と絶叫している俺はトイレの中で掃除用のブラシを握りしめ震えていた5分くらいすると「こら何してる!と」と警察官と思われる声が聞こえ騒がしくなったインターホンが聞こえ 木村さん、警察です。もう大丈夫ですよ。俺は安堵感で崩れ落ちた。その後、警察へ行き、事情を説明し、女は逮捕、娘は親戚に引き取られたらしい。別の木村さん宅にも、同じことをして、すでに被害届が出ていたそうです。 歌う老婆去年の5月あたりに体験した話です。深夜に家でネットをやっていたら、 外から老婆の歌声が聞こえてきた。私の家は住宅街にあります。住宅街と言っても田舎の住宅街なので薄暗く寂しいものですけどね。稀に深夜に酔っ払いが歌いながら帰宅することがあるのでまた酔っ払いかと思った。けれど老婆は変だろうと思い、 気になって仕方がなくなった。私は急いでパジャマの上に上着を羽織って外に出た。老婆なので歩く速度が遅いらしく歌声は家からまだ近い。家のすぐ近くの T 字路を右折したらすぐに老婆の後ろ姿が見えた。私は なるべく足音を立てないように歩いていたのだが、なぜか老婆はすぐにこちらに振り返った。私は気づかれないように様子を見ようとしていたので、突然振り返ってきてびっくりしてしまった。<laughs> 老婆は歌うのをやめ。 誰だいと聞いてきた。私はとりあえず、ああ、近所のものです。夜風に当たりたくなって散歩してるんですよ。と笑顔で答えた。私と老婆は5メートルぐらい離れていたのですが、老婆がこちらに向かってきた。老婆は、 私に何か小さなものを差し出し、あげる、と言ってきた。私は条件反射でそれを受け取ってしまった。受け取ったそれは、コロンとした重さがあり、ビニールに包まれていた。私はあっけに取られたまま老婆に、ああ、ありがとうございます。 と、お礼を言い、家に引き返した。家の前の道路に、街灯付きの電柱があったので、その真下で受け取ったものを確認した。それは、少し古臭いビニールを両サイドからねじって包み込んだタイプの、飴玉だった。ありがたいと思い、早速食べようと、 包みを両サイドから引っ張りほどいた。ビニールを開封して出てきたのは、錆びついた六角ナットだった。私は驚いてそれを落としてしまったが、それを拾わずにさっきの T 字路の方を反射的に見た。 そこには塀から顔だけを出してこちらを見ている老婆の姿があった私はすぐに 目の前にある家に入ろうと思ったが、このまま家に入ると、老婆に私の家が知られてしまうことに気がついた。私は家に入らず、そのまま家を通過して、次の十字路で左折して、その場で少し考えた。あの老婆は、まだ、いるのだろうか。とか、いつまでここで待てばいいのだろう。 とか考えていた。しかし、キリがないので思い切って家に帰ることにした。再度十字路に戻り、家の方に向かうが、先ほどの T 字路には、もう老婆の姿はなかった。 ーヒー豆前の会社にいた時のこと後輩の A 君が同僚の B を好きだと分かった調査してみたら B も A 君が好きらしいこれは話が早いと思ったのだが本気で好きになってしまうとあんなものなのだろうか2人とももじもじして 一向に話が進展しない。仕方がないので B の同僚の C 子と俺で世話を焼き飲みに誘ったりして無事にくっつけた。それから一年後のことその会社では半年に一度くらいのペースでパソコンを新しくする。貧乏会社なので四五台程度購入し現場レベルのトップに支給される。 で、そいつらが今まで使っていたパソコンは下のスタッフへ、下が使っていたパソコンは廃棄という具合になるわけだ。まあ、パソコンのお下がりだね。貧乏会社でシステム部なんてご体操なものはないので、自分でデータをバックアップし、メーラーなどの設定を保存してから、データと設定を削除し、 パソコンを次の人に引き渡す。「受け取った方は自分の設定をしてデータを入れる」「アプリを入れるのが面倒なのでフォーマットはしないで済ませるのだ」「俺の直属の部下でありおふるのパソコンを受け取った新入りの D 君が神妙な顔で相談に来た」 あのすみません〇〇さんちょっとこれを見ていただきたいんですがと言っておふるのノートパソコンを差し出す画面を見てみるとフォルダが開いていてその真ん中に「日記」と書かれたテキストファイルがポツンと「何これ君の日記を俺に見てほしいのいや パソコンに入っていたんですけどそのファイルはシステムフォルダの奥の奥普通なら絶対開けないなってところに入っていた D 君がどうやってそれを見つけたのかは面倒なので省くファイル検索でたまたま見つけたらしい中身見たの触りだけわかったじゃあこれは俺が何とかする 君は忘れるように。ファイルをコピーした後、削除してからパソコンを D 君に返した。彼の前にこのパソコンを使っていたのは C 子だ。つまり日記は彼女のもの。どうやら彼女は削除をし忘れてしまったらしい。どんな日記なのか興味があるではないか。最初は実に他愛のない内容だった。 仕事がうまくいっただの取引先の誰々がムカつくと言ったものランチがおいしい店を発見したとかねだがある頃から内容が一変する私の方が B よりもずっとずっと A 君を好きなのにはあ ?A 君が好きってお前 俺と一緒になって A 君と B をくっつけたじゃねえか A 君が B を好きだと知って言うに言えなくなってしまった切ない乙女心もつづってあったちょっと同情したがそのうち内容がかなりヤバい方向に B から A 君と結ばれたことを聞かされた あんなくそ女の腐れピーッに入ったピーッなんて腐って落ちてしまえ安部定の呪いを込めて怖えしかし C 子もよく安部定なんて知ってるなそして最後の日記 A 君も B も死んでしまえ 二人をくっつけた〇〇も、二人を祝福してる会社の連中も死んじまえ、みんなに呪いがかかるよう、会社のコーヒーメーカーにネズミの生地を入れた。これから、ずっと続ける。ちなみに〇〇は俺の名前だ。そういえば、この日記の頃から、コーヒーにうるさい社長が、 コーヒー豆を変えたか、入れ方を変えたか、水を変えたか、と言い出したのを思い出した。ちなみに俺はコーヒーを飲めない。どうやってネズミの生き地を手に入れたのかは知らないが、彼女はやる。きっとやる。上司に相談するとか、匿名でシーコに警告するとか、いろいろ考えたが、 どれもすぐに俺だとわかるだろう。どうしようもないまま数日が過ぎた。社長との会議中、またコーヒーの味が、と言い出したので、コーヒーメーカーを変え、置き場所を湿っぽい給湯室から、総務の机の隣に変えることを提案。あっさり了承したので、この問題は解決した。 まさかみんながいるところで行き地を入れることはできないだろう。一月もしないうち、俺はより条件のいい別の会社からオファーがあり、そこに移った。A 君や B もほどなくして辞めたそうだ。それからさらに一年後、会社を辞めた連中で飲むことになった。A 君も来た。 今なら、シ子コが A 君を好きだったことを、それを日記に残していたことを話してもいいだろう。もちろん、コーヒーメーカーや安倍定のことは伏せた上で。よ、A 君、久しぶり。〇〇さん、久しぶりです。元気にしてるなんとか、仕事が忙しいですけど。 おう、それはいいことじゃん。そうそう。あのさ、A 君に言おうと思ってたことがあるんだけど。何ですか実は僕も報告することがあるんですよ。何実は俺、C 子と結婚したんです。え、ま、マジでそれは、おめでとう。 もちろん日記のことなどを言い出せず、なぜ B と別れて C 子と結婚することになったのかも聞き出せず、ただ、女の執念は恐ろしいと思いました。二人は今も幸せに暮らしているそうです。あまり怖くなかったでしょうか。 背中の痛み「高校生の時親元を離れ家賃2万の風呂なしアパートを借りて住んでいたその部屋にはなぜか黒いソファーが備え付けてあった六畳の部屋には似合わない本革のどっしりとした大きなソファーで大家のおじいさんが言うには前の前の前くらいの住人がいらないのでと 置いていったとのこと。のこ住人が引っ越すたびに「持って行けといけ」と言うのだが「いやいらないです」と断られてしまうらしいそれを聞いた自分は「うわあオカルト話でよくあるやつ」なんて思ったが貧乏でテーブルしか持っていなかったのでありがたくベッド代わりに使わせてもらうことにしたソファーは 左側の壁にぴたりと寄せて置いてあり動かそうにも一人ではびくともしなかった住み始めて数日たった夜ソファーで寝ていると突然背中に痛みを感じたチクチクと爪楊枝で刺されてるような嫌な痛み何か虫と思いながら体を起こし電気をつけて ソファーや T シャツを確認してみたが何も見当たらずそのうち痛みもなくなったその日から不思議なことが起こるようになった背中のチクチクに加え金縛りうめき声もやもやっとした黒い影が部屋に入ってくる誰かが背中に顔をべたりとつけてくる包丁で刺される夢を見る 全てソファーで寝ている時に起こる「やっぱりこのソファー」と思い引っ越しを考えたがそんな金があるわけもなく仕方なくソファーにシーツをかけなるべくソファーに近づかないように生活をしていたある朝便所に行こうと廊下へ出ると大家さんと大家さんの孫と出くわした おはようございます。あれ、どうしたんですかいや隣の A さんから急に電話が来て「もうアパートに戻らないから片付けてくれ」だってよ自分はそれを聞いて思わずガッツポーズをしそうになったなぜならこの隣の A さんかなりアレな人だったからだ 四五十歳くらいの太ったメガネのおばさんでもう十年以上住んでいるらしいんだけど挨拶もなし少し物音を立てただけで壁をドンドアにうるさい掃除と書かれた張り紙をしてくるなどひどかった一番鮮明に覚えているのが廊下で A さんが突然ひっくり返った 偶然近くにいた自分が「大丈夫ですか?」と駆け寄り手を差し伸べるとバチーンとすごい勢いで弾かれた「なんだこいつ」と思いながらも見守っていると近くにコンビニの袋が落ちているのに気づいた何のけなしに拾ってみるとエロ漫画とゴムが入っていた それをまたすごい勢いで A さんは奪い取ると、どしどしと部屋に戻っていった。そんな人だったので、引っ越してくれてありがとう、と心から感謝していた。鼻歌交じりに部屋に戻り、だらだらしていると、隣が何やら騒がしい、何かあったのかな、なんて思っていると。○○くん、ちょっと来て。 と、大家さんの孫が呼ぶ声が聞こえた。どうしたんですかと、隣の部屋に行くと、大家さんの孫が結束を変えてどこかを指さしている。パッと指さした方を見て、めちゃくちゃびっくりした。壁に釘が何十本もぶっ刺してあった。呆然と見ていると、大家さんが。よく見てみろ。 色々書いてある。というので近寄って見てみると鍵のぶっ刺してあるところを中心に壁にばーっと細かい字と汚い絵がたくさん書いてあった。絵は小学生が書いたような女と男の裸の絵で上から爪か何かでひっかいた跡があった。細かい字の方はもう 死とか呪うとか殺すとかいかにもな字が並んでいた。何々死ねというものがたくさんあってもちろん俺の名前もあったのだが大家さんが言うには○○〇〇くんの前の住人たちの名前もあるなと言っていたそれを見てなんとなく気づいた。 ここの壁の壁向ううってちょうどソファーが「あるあたりだあの現象ってソファーが原因だったんじゃなくてこれが原因だったんじゃないかって」「おそらく前の住人たちはこの事実を知らずにソファーに原因があると思って置いていったんだろうなと思うと何とも言えない気持ちになった。 A さんがアパートを出て行ってからしばらくぶりにソファーで寝てみたが何も起こらなかったやっぱりあれが原因だったのかと確信したちなみに大学を出るまで済んでアパートを出るときに大家さんにあのソファー持ってくかと聞かれたけどうんいやいらないです って断った。だってでかいんだもん点検するおじさん今から5年ぐらい前俺が大学通ってた頃初めての一人暮らしも慣れてきて自分のアパート周辺のことが た把握でききるようになってきた例えばあの家とあの家は野良猫に餌付けしているとか日曜の朝になると二軒隣の家の兄ちゃんは必ず家の前でバイクを整備するとかうちのアパートの住民はゴミ出しのマナーが悪くて近所にすげえ嫌われてるとかで 俺のアパートのベランダの向かいにある家のおっさんがちょっと変わってて夜8時になると必ず外から懐中電灯を照らして自分の家の点検をするんだ。ぐるっと一周したりドアのノブを回したり2階に懐中電灯の光を当ててしばらく凝視したり時間にして30分ぐらいみっちりと。 死ぬほどマイホームを大事にしてんなと勝手に解釈して見かけるたびにああ今日もかぐらいに思ってたその後何事もなくここで4年間暮らして大学卒業に合わせて引っ越すことになったそんなある日大学で用事を済ませて夜チャリで帰宅したら向かいのおっさんが いつものごとくマイホームを点検してたんだその時不思議とこのおっさんが懐中電灯を持って点検する姿を見るのもこれが最後かって引っ越しが決まったからなのか最高にどうでもいいことに哀愁覚えちゃって当然話しかけたことなんて4年間なかったんだけど。 毎日点検されてますね」って初めて話しかけたんだそしたら声が小さかったのか反応なしその時点でこっちの哀愁も冷めちゃってどうでもよくなったんだけど話しかけるために少しおっさんに近寄った手前気まずいから「今日は寒いですね」と大きめの声で再度話しかける。 反応なし。「おっさんは黙々と明かりを照らした塀に見入ってる」「何やってんだろう?」と思ってるとシャッと勢いよく音を立ててその家のリビングカーテンが開き中にいる紳士そうなおじさんが俺をがん見「んだいきなり?」と思っていると。 おじさんが必死に首を横に激しににくを「えっ何?と」ときょとんとしてる俺にしびれを切らしたおじさんが締め切った窓越しに紳士顔を鬼のようにして「そいつから離れろ」びっくりした俺が「そいつつまり」 マイホーム点検中のおっさんを見ると特に変わった様子はないものの急に恐ろしいものに見えてきて急いでアパートの部屋に戻った息を切らしながらベランダの窓を少し開けてマイホームを点検するおっさんを観察する混乱した頭を整理していると 気気持ち悪いいことに気づいたそういやあのおっさん向かいの家から出入りするところを見たことない知見のバイト20年以上前の話当時フリーターだった俺は治験のバイトをすることになった。 確か一ヶ月弱で40万円以上だったと思う。参加者は10人。検査は都内で行われたんだけど、知見は他県で行われる。新幹線で2時間、駅に着いてから車で1時間半。かなり閑散としている土地で、やけに高い塀に囲まれた敷地に入ると、無機質な建物が並んでいた。 車を降りてしばらくここで待つように言われて待っていると「ううあああ」という叫び声が聞こえた声の方を見ると超どでかいやつがこっちに向かって走ってくる確実に2メートル以上あったと思う顔がなんかボコボコで フランケンンケシュタインみたいな感じ。俺たち全員びっくりして一歩も動けないでいると一人が体当たりされてびっくりするくらい吹っ飛んだこれはやばいわと思って全員そいつから逃げ回っていると警備の人が3人やってきてそいつを取り押さえようとしたんだけど無理。 応援の警備員と先生が10人近くでやっと取り押さえて連れていかれた正直言ってかなり不安になった「この施設何なんだ俺たち何されるんだろう大丈夫か宿泊場所は2階建ての建物の2階でベッドがずらっと並んでる部屋と 畳敷きでテレビや本が置いてある部屋の二部屋だけここで一ヶ月過ごさなければならない何の薬だったかは忘れたが毎日二時間点滴を打ち三回採血をする一週間ほどたったある夜にサイレンが鳴った窓から外を見ると一人の男が警備員に取り押さえられている 何があったんだろうと思って窓を開けると。嫌だ。もう嫌だ。頼むから帰らせてくれ。取り押さえられた男はこんなことを言っている。宿直の看護婦さんがやってきて気にしないで早く寝てくださいという。俺たちの体にも異変が起きていた。 異様に体がむくむ。く自分だけだったらともかく全員むくんでいたここに来て仲良くなった A さんと B さんは普通は何か異常が出たらすぐに治験を中止するはずなのにここは明らかにおかしいと言っていた2人とも日本で1年間金を稼いで海外を放浪するのが趣味で 何回も治験を体験済みである。二週間経つ頃には全員顔がパンパンに膨れ上がっていた。もう限界だ。俺たちは治験の中止を訴えたが、先生たちは聞き入れてくれなかった。この薬は安全だ。血液の数値に異常は見られない。大丈夫だ。の一点張り。だが、 明らかに俺も含め、みんなの顔は大丈夫じゃなかった。A さんと B さんは、お金はいりませんから、もう帰らせてください。と言ったが、それでも帰らせてくれないという。契約書にちゃんと書いてありますよ。最後まで知見を受けると、皆さん判を押されてるじゃないですか。 最後まで受けてください。俺と A さんと B さんは荷物をまとめて帰ろうとしたが、階段のところに鍵付きのドアがあり、1階に降りることができない。監禁状態に陥った。その夜、みんなと相談したが、驚くことに6人はここに残り治験を続けるという。金が入らないと困るらしい。 俺と A さん B さんともう一人 C さんは窓から脱出することにしたシーツを四つ結んでベッドにくくりつけ窓から降りた無事全員降りて出口に向かうとどうしてバレたのかわからないがサイレンが鳴った出口に向かう余裕はない2メートル以上ある塀をよじ登りそこから外に出た 夜の十二時過ぎ、周りには何もなく、街灯すらない。歩いて駅を目指し、駅に着いたのは朝の七時過ぎ。新幹線代はなく、鈍行で東京へ行き、家に着いたのは夜だった。疲れ果てて寝ていると電話が鳴り、出ると、あの施設からだった。何を考えているんです 一日でも点滴をしない場合もう一度初めからやり直しですよとにかく今すぐこちらへ戻ってくださいこちらへお戻りいただけない場合法的手段に出ますよふざけんなこっちこそお前らのことを訴えるからなと言って電話を切った翌日から高熱が10日ほど続き寝込んだ 全身のむくみは徐々に取れていったが結局治るのに1ヶ月近くかかったと思う施設からはあれ以来一度も連絡はないが残った人たちは大丈夫だったんだろうかチャイムオーバーさん 大分の俺が住んでた地域では誰もが知ってる話夜19時から深夜にかけてほぼ毎日ご近所の家のチャイムを鳴らして「こんばんは吉岡ですお届けに参りました」って言って去っていく通称チャイムおばさんって人がいた「お届けに」 なんて言ってるけど別に何かお仕事とか親切で何か届けてるわけじゃなくておそらく病気でそういう行動してるんだと思うまあみんなまた今夜も来たかくらいな感覚でいつも無視してるしうちもそんな感じで無視してた朝にはチャイムおばさんが昨夜お届けしてくれたであろう 結構な量の砂が玄関にぶちまけられている。まあこのお届け物はランダムで大量の葉っぱとか石とかたまにお菓子なんかもあって学校では今日は何が届けられてたのまた砂だったわなどで盛り上がったりもしていた。まあいろいろあるといっても主には砂で。 朝は朝刊とって玄関掃除が日課になってたんだ。である日のことうちに親戚一家が遊びに来て俺と同い年の親戚の子にその話をしたらがぜん興味持って今日来たらドアの覗き穴から監視してようぜみたいな話になった俺はなんか知らんけど あの人は無視しなければいけない人みたいに教わってたからかなり拒否したけど最終的に大丈夫だからとか俺が倒してやるからとか言われてしぶしぶ折れたその日チャイムおばさんは夜19時38分にやってきた時計見ながら今日は来ないでくれって祈ってたからかなり覚えてる ピンポーン、ピンポーン。こんばんは、吉岡です。お届けに参りました。って声が聞こえてきた。部屋で待機してた俺と親戚の子はダッシュで玄関まで走ると、お互い交互に覗き穴からチャイムおばさんを覗いた。そこには、 普通のおばさんが大きなビニール袋から大量の砂をぶちまけてる姿があって俺はそれ見てビビりまくっていたんだけどその時親戚の子が何を思ったのか玄関開けてチャイムおばさんに「何してるんですか?」って話しかけたその瞬間 チャイムおばさんは親戚突き飛ばして、俺も突き飛ばして部屋に侵入してきた。俺が起き上がる頃には、他の家族が晩酌してたリビングから、ギャーッとか、ギャーッみたいな悲鳴が上がってて、ダッシュでリビングに向かうと、なぜか体育座りしながら体を左右に振りまくってるチャイムおばさんが、 すごい形相でおばさんの目の前に立ってる俺の妹をにらみつけてた」<laughs> みたいなうめき声あげながら「妹はもう恐怖で動けないみたいで顔面蒼白でチャイムおばさんを見つめてた。 家族親戚皆恐怖で動けなかったんだけど、一人我に帰った父親がそっと妹に近寄って手を引いてリビングを出た。その後無言で他の家族親戚一同もリビングを出て二階の俺の部屋に鍵かけて避難した。一時間近く無言で俺の部屋で身を寄せ合ってたんだけど、 それからちょっとして、親父と親戚のお父さんが、そろそろおらんくなったか見てくるけん、と言って一階に降りていった。まあ、それで親父たちが部屋の隅々まで確認したけど、チャイムおばさんは消えてて、その後全員で戸締まり確かめて全員一緒の部屋で寝た。次の日俺らは、 かなり怒られ大泣きしたのを覚えてるその後もチャイムおばさんは夜には訪れていたが俺が高校で遠方に進学するのを機に俺だけ大分を離れてしまったためその後のことは知らなかったけど大学3年になって今年のゴールデンウィークに久々に大分帰ったらあのチャイムおばさんは かなりオカルトな存在になっててビビったまずあの砂なんだけど今思えばかなりサラサラした砂だったんだどうやらそれは近くの山の上にあるお城跡から持ってきてるらしくてまあ入手経路はいいんだけど問題は砂を各家に撒くスピードが異常に速い。 だいたいチャイムおばさんが出現するのは19時から深夜0時なんだけど確実にその時間内に100件近くは回ってるしかも大量の砂を持って移動してるにもかかわらず砂を女の人が運んでる目撃証言は皆無に等しいくらいないもう一つはチャイムおばさんの住所が不明なこと 俺の家の後にもチャイムおばさんに乗り込まれた事件が一件あったらしく、町内の会議で止めるよう求めるため住所を調べようとしたが、誰もわからんかったらしいんだ。まあ一度警察に連絡したらしいから警察とかはわかってたのかもしれないけど、親父やご近所周りでは未だにどこから来てどこに消えるのか謎らしい。 最後に「今はチャイムおばさんの出現率はかなり減り1ヶ月に1回あるかないかくらいらしい。実際俺もゴールデンウィーク中は会えませんでした」とまあこんな感じの大したオチもない話です。 不気味な集落僕がまだ小学生の時おそらく中学年だったと思う夏のある日車での家族旅行の帰りどうやら道に迷ってしまったようなんだ見当違いの見知らぬ土地で日も暮れどこか奥まった集落に行き着いた なんとか一軒の民宿を見つけ、両親と僕ら兄弟は、一も二もなく宿泊を決めた。その日の夜は、あまり記憶にない。疲れていて、早々に寝てしまったのだろう。夜が明けて、両親と僕らは朝食を済ませた後、散歩に出かけてみた。迷い込んだとは言っても、せっかくの旅先だ。 旅館を出てすぐ坂道が見える。両脇には民家の並ぶその坂の上には神社があるようだ。よし、あそこに行ってみるか。父の言葉に頷いて僕らはそこを目指した。そして歩いて間もなく少しばかり異様な光景が目に入ってきたんだ。坂道の両脇には 戦術の通り民家が立ち並んでる。その民家の垣根に無数の風車が刺してあるんだ。何かの風習なのかもしれない。ただ、それはあまりに無造作で、っきらぼうで、無感情に見えた。それに目を奪われながら歩みを進めていると、一軒の家の門の先から、 老婆がこちらを見ていた。微動だにせず、ただ、こちらをじっと見つめている。失礼な言い方だが、偏僻な場所だ。よそ者が珍しいのかもしれない。とはいえ、その目つきは、何かをいぶかしむでもなく、疎むでもなく、歓迎するでもなく、そのまま言えば無感情。 どこかさっきの風車のように見えた。挨拶をする父に促されるように僕らも老婆に挨拶をした。しかしというか、予想通りというか、返答はなかった。ただ、その目はじっとこちらを見ていた。そして、神社に着くまでに同じように門のあたりで、 こちらを見つめるだけの老人に何人も出会った。父も母もそれについて何も言うことはなかった。だから僕も多少の違和感を抱えたまま何も言わなかった。神社に着いた。大きな神社のように記憶している。大きなスズメバチの巣が飾ってあった。 虫好きの僕ははしゃいでいたように思う。弟と妹も境内で楽しそうに遊んでいて、それを見る父がいつになく優しそうに見えた。ひとしきり遊んだのでそろそろ民宿に戻ることにした。帰り道、あの坂をまた下る。先ほどの老人たちは、 微動だにせずにそこにいたままだった。散歩とは言っても、二時間以上は経っている。その間そこにいたままだったのか。警戒心から降りてくる僕らを待ち構えたのか。それとも偶然なのか。ともあれ、その目はどれも無感情に僕らを見つめ続け、 挨拶もやはり帰ってくることはなかった。昼食をいただいたところで、父がもう一泊して、明日の朝出ると言った。急ぐわけでなし、せっかくだと。父は好奇心が強いし、ハプニングを楽しむタイプだ。母や僕らも反対する理由もなかった。 民家の一見も変わってるなぐらいの感覚だったんだそういうわけで僕らはまたのんびりと時間を潰した夕食には川魚の塩焼きが出て父は大喜びだった夕食のあとどうもクーラーの効きが悪いと言い出した父は非常識にもクーラーをいじり始めたそういう人なのだ いつものことなので手伝うことにした。開けてみて驚いた。無数の丸亀虫が詰まっていた。それはもう冬眠のように。幸い僕も父も虫に強かったので無言で対処したが、クーラーは使わないことになった。 民宿にも言わなかったその夜もともと暑さに強かったので寝苦しいこともなかったが昼間に見た老人たちの感情のない視線が頭に浮かんでようやっと僕は少し怖くなってきたしかし何があるでもなくいつの間にか寝て朝を迎えた支度をして部屋を出た 両親が払いを済ませようとしたときだ。お代をいただくわけには参りません。はっきりそう言われた。意味がわからない。民宿に泊まって飯も食って。いや、そういう問題ではなく、いただくわけには参りませんってなんだ キューラーの件は言ってないし、言ったところで理由になってない。さすがに両親もあっけに取られている。数回の押し問答の末、両親は押し付けるようにお金を渡し、僕らを車に乗せてエンジンをかけた。お客様、困ります。追いかけてくる女性を、 振り切るようにそこを出た。いただくわけには参りません。この理解のできない言葉を聞いて、僕はようやくここの不可解さを実感した。無造作に突き刺した垣根の風車、無感情に見つめる老人、それらが昨日より格段に不気味に思えてきた。車を走らせながら、 父が誰にともなしに言った。俺な、散歩の後、またその辺見て回っただろう。あの場所な、民宿の人間以外は老人しかいないな。あと、人の会話が一切聞こえなかっただろう。表に人は出てても、誰も何も喋ってないんだ。僕はぞっとした。 何にかはよくわからないが、それを知ってか父がこちらを見ていった。ちょっと不気味な場所だったな。父は笑っていた。あれから二十年近く経って、そもそもあれは夢だったのではないか、そう思って母に聞いてみた。が、 あいにく夢ではなかった,ようだただ母も場所などは忘れているしあまり思い出したくないそうだ。少し不気味だったわね。と母は同じように言い同じように笑っていた。 ネットカフェにいてネットカフェってあるじゃん3日間連続で利用したことがあったんだけどさ36時間以上は連続利用できないから一度追い出されるのね今までマッサージチェアとかリクライニングチェアとかしか使わなかったから寝るつもりもあってその時初めてフラット席にしたんだ 場所を選べたから一番端っこを壁際のフラット席にした。ネットカフェ利用してる人はわかると思うけど、毛布で個室が見られないように遮るだろう。俺も同じく毛布で遮ってたんだ。と言っても壁際だし、対面の席は空いてるし、平日だったから店内はガラガラだった。 肝心な話はここからで、漫画読み終わって返却しようと振り返った。そしたら、毛布の下の隙間から足首が見えるんだ。貸し出しのスリッパに裸足。細くて毛もないから多分女性だと思った。 つま先を両足とも俺の個室に向けて動かない。ちょっと異様だから、メンヘラじゃないよな、と心配になりながら扉に手をかけたんだ。そしたらすぐにパタパタって走って行ったから安心した。その後も周りを気にしてたけど何も起きなかったから寝たんだ。 二時くらいに寝て、五時くらいに起きたと思う。足は PC 台の下にある隙間に入れてたから、頭は入り口側だった。目覚めてふと入り口を見たらさ、いるんだよ。貸し出しスリッパに、裸足の女。 寝起きにそんな光景だから何秒か固まってた。そして、あることに気づいちゃったんだ。その足、今回はつま先立ちなのね。嫌な汗が止まらなかった。おいマジかよ。 って寝たままの姿勢でゆっくり顔を上げたんだそしたらさ覗き込んでるんだよ女がさ顎を壁の上に乗せて頭だけ見えるようにしてニタ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 気持ち悪い笑顔でこっちを見てんのね。 思わず枕にしてたクッションを投げつけたらさ気づいてくれたって感じで一層気味の悪い顔でニヤーッと笑ったんだその顔を見てたら頭がガンガンして二日酔いみたいな気分になってきたもうそこにいるのが耐えられなくて女に捕まってもいいからって部屋の外に飛び出したんだ 案の定、女はいなかった。空いてる席に隠れてんじゃないかと思ったけど、どこにもいなかった。トイレで落ち着いて、元の席に戻ろうとしたんだ。そしたら、またいるんだよそいつ。一番奥、壁際の俺の席の前に、こっち向いて、 早く来て。早く来て。って感じで。観念して、店員同行で席に戻ったけど、誰もいなかった。その後すぐ店を出たけど、もうネットカフェなんて利用できない。で、店出た後、 すぐに無言電話がかかってきたんだ。五分おきに一回ずつ。朝までずーっと。着信拒否にしても違う番号で何度もかかってきた。携帯変えるまでかかってきて、トラウマもんですわ。 そば柄の枕うちの母から最近聞いた話当時18とかそこらの母はちょっと距離のあるところで就職してた百貨店の接客と長時間通勤で精神と肉体の疲労は半端なく常に肩こりがひどかったらしい暑い風呂とマッサージでごまかしてたけど さすがに限界が来たらしく整体へ行くことに整体の先生が施術しながらここのこりがひどいとか片足に体重かけすぎだとかをお説教してきて少しうんざりしてたんだけど枕が合ってないって言われてドキンとしたそんなに裕福じゃなかった母は昔から 重ねた本にタオルを巻いて枕代わりにしてたらしくその頃もまだ即席枕を使う癖が抜けてなかったそうだなんだか見抜かれた気がして恥ずかしかったらしい二度は来ないなと決めたしっかりと施術してもらって体も楽になった翌日母は早速自分の勤め先の百貨店で 枕を買うことにしたまだその頃は羽毛とか綿とか蕎麦柄しかなくてビーズやら低反発やらは置いてなかった母はある程度硬くて高さの調整がしやすそうな蕎麦柄の枕を選んだそうだその日早速買ったばかりの枕を使ってみたら自分でも驚くくらい熟睡していた しばらく快眠が続いて、同僚からは、最近〇〇さん頑張ってるね、みたいなことを言われて、なんとなく話の流れで、肩こりとか整体とか、新しい枕のことを話したんだってさ。そしたら同僚の人も、私も枕変えてみようかな、とか言って、その人も同じ蕎麦柄の枕を買ったらしい。 その日を境くらいに同僚の人はものすごい遅刻が増えたそうだ理由を聞くと熟睡しすぎて起きれないってかくいう母もこのところものすごく熟睡してるせいで朝一人で起きれないということが多々あった当時はまだ実家暮らしで 母の母が起こしてくれてたからいいけど、休日は寝疲れするまで寝てた。肩こりは依然ほどひどくもないし、何より熟睡できるならいいかってことで気にもかけてなかった。だけど、日に日に眠りが深くなりすぎて、今度は仕事中でも眠気がひどいことになってた。それは同僚の人も一緒で、とにかく眠くって。 家に帰ったらすぐにあの枕で寝てた最初は疲れてるのかなと思ってたけど祖母が心配になって最近寝すぎちゃうかって聞いてきた眠かった母はうーんって適当な返事をしながら枕に顔をうずめたその時 顔をうずめた瞬間、初めてその枕に違和感を覚えたらしい。音匂い感覚的に、あれ変だなって。ガバッと起き上がると、急に眠気が吹き飛んで、おかんが背筋を走った。母は何を思ったか、 買ってそんなに使い込んでもいない枕をハサミで開けた。もったいないとかそんな概念はなく、ただすぐ中身を見たかったらしい。そしたら蕎麦柄がバッサーって散らかった。それを見ていた祖母が思わず、っ <laughs> って声を上げた。 蕎麦柄って焦げ茶色っぽいんだけど中身の大半が明らかに赤黒い何かを塗ってあったでも祖母が声を上げたのはそれが原因じゃなくって一緒に入ってた写真ポラロイドで撮ったと思われるもので全然知らないおっさんが竹林で手を振ってる写真それと かわのついたみじかめのかみのけあぜんとする母がまくらのうちがわをみるとおなじようなあかぐろいなにかのあとがあった3ぼんゆびでせんをひくようなあとそぼがふうをきったようにいきいよくしおをもってきてへやのなかだってのにかまわずふりかけまくった そして母がハッとして急いで中身をビニール袋に一粒残らず入れてお寺に持って行ったらしい。住職さんは差し出されたビニール袋の中身を確認するとすぐにお払いしてくれた。でもずっと薄気味悪い写真が頭の中でちらついてた。さすがにその日は一切眠れなかったそうだ。 翌日そのことをすぐに同じ枕を買った同僚に話したら、その同僚はダッシュで家に帰って中身を確認したらしい。案の定、薄気味の悪い写真と髪の毛。同僚の方は、どこかの海で撮った手を振るおっさんの写真が入っていたそうだ。それと枕の内側に二本の線。 同僚は同じようにお寺で供養とお祓いをしてもらったすぐに職場の寝具売り場担当にそのことを言うとその枕は入荷が5個で売り切れたという売り場の担当は証拠もないしただの冗談だと思って真剣に取り合ってくれなかったし出荷元も至って普通の寝具屋だった いまだにあれは何だったのか残り三個の枕はどうなったのかわからずじまいだった気持ちが悪いけど別にその後害はなかったし怪談話のお箱にしてるって母は言ってただけど枕だけはいまだにそば柄は無理だってさ 思い出なの初めは綾子が会社帰りにバス停から家まで歩いている時に起こった小さな公園を横切り一人暮らしをしているマンションが見えた頃だった急に電柱の影から話しかけられた あなたの部屋に姿見あるでしょう」突然の質問に心臓が飛び出しそうになりバッと身構えながら声の方向を向くと全身黒や茶色の服装の地味な女性が若干前かがみの状態で佇たずんでいた見たことのない女性だった年齢はおよそ40代半ばほど そのまま女性は続けた。あなたの部屋に姿見あるでしょう。このくらいの。指で形を書きながら続ける。その姿見捨てた方がいいわよ。悪いことが起きるの。思い出なの 思い出なら仕方ないけど、でもしょうがないわよ。綾子はその女性が頭のおかしい人と悟り、毅然とした口調で切り出した。はあそんなものありません。失礼します。と足早でマンションに向かった。ところが、 子の言葉がまるで聞こえていないかのように綾子を追いかけながら女性は続けた「私は知っているのよお隣だものお隣」ねえ捨てなさいってば思い出なの形見とかならかわいそうだけどしょうがないわよ明日捨てた方がいいわ。 子は無視し続けるもエレベーターを待っている間もずっと続けているので「いいかげんにしてください」「本当にそんな姿見持っていません」とやや声を荒げてお隣だという女性に言うも「いっそやいっそ」だって知っているものあなた教育が悪いわね。 隠しても無駄なのあなたの部屋に姿見あるでしょこのくらいのまた指で形を作りながら言うもちろんエレベーターの中にもついてくる亜子は呪文のようなセリフにうんざりし無視することにしたずーっと同じような言葉を続けている中 エレベーターが綾子の部屋がある7階に到着した扉が開くと綾子の部屋である一番奥の708号室まで駆け出しすぐさま鍵を開けた追っては来なかったが大声で「姿見を捨てなさい思い出なの」とエレベーターの前から こちらを向いているのが部屋に入る前に見えた翌朝昨夜の出来事が頭から離れずほとんど眠ることができなかった綾子は寝不足のまま会社へ出勤すると同僚などに二日酔いかなどとからかわれたなんとか仕事を終え帰宅するとやはりお隣の女性は マンンションの前で待っていたそこからは昨日の繰り返しあなたの部屋に姿見あるでしょうこのくらいのから始まり思い出なの思い出なのとあや子は終始無視を決め込んだそのままあや子の部屋の前までついてくる鍵を開けるとあや子は振り返り いい加減にしてください。これ以上続けるなら、警察呼びますよ。と言ったが、やはり聞こえていないかのように女性は言った。ほら、見せてみなさいよ。私が一緒に捨ててあげるから、思い出でもしょうがないわよ。寝不足でイライラしていた綾子は、とうとう切れた。 何なんですかあなたに関係ないでしょう。と言うと、淡々とした口調だが、今までよりも大きな声で。鏡っていうのはね、光だけじゃなく悪い気も跳ね返すのよ。悪い気があなたの部屋を通ってるんだけど、姿見が反射して私の部屋に来るの。 はあ、頭おかしいんですかだからマー君がね、事故に遭って、今入院してるの。このままだとマー君が死んじゃうでしょうだから、あなたの部屋の姿見、捨ててちょうだい。思い出なのもうダメだと思った綾子は、勢いよくドアを開け、 滑り込むように部屋に入って鍵をかけた。外では女性の大きな声が続いている。思い出なの、それでもしょうがないのよ。と部屋の電気をつけ、あやこはすぐさま管理人に連絡をした。 一方的に変な隣人に困っていることを半分パニックになりながら伝えたが管理人はあまり真剣ではない様子。ふいにチャイムがピンポーンピンポーンとなる「ほらまだいる。早くすぐ来て何とかしてください。頭がおかしくなりそう」。管理人は、 うーんと唸りながら答えるうーんその隣人なんですけどねすると玄関のチャイム音の奥から不思議なことに男の声が聞こえてきた「すいませんすいません」せん管理人は続ける。 お宅の隣の7 0七号室は携帯の基地局として機材が置いてあるだけで誰も住んでいないんですよ管理人が言い終わる頃外の男の声が告げた「さっき口論してた人飛び降りちゃいましたけど」綾子は。 失神してしまった「もう私を探さないで」あまり思い出したくないのですが私が体験した話を書きます先にお断りしておきますがこれは幽霊や心霊体験のお話ではないので ご了承ください4年前二十歳の私仮に陽子としますが会社勤めしていた頃会社の外壁の修復作業をしに来ていた一人の男性仮に小野としますと私は知り合いましたその人は私よりも17歳も年上だったのですが見た目が若く見えたため最初は 二十七八歳くらいかなと思っていました小野と話すようになったきっかけは私の先輩が小野の,の友人その人も修復作業員に一目惚れし仲良くなりそこで小野が大層私を気に入っているらしいという話になり何回か飲みに誘われたのです私は小野の,のことをタイプうんぬん以前に 年上すぎたので全く恋愛対象外だったのですが先輩に「陽子が来ないからいつも小野が機嫌悪くて飲み会の場の空気が悪くなる」「嫌かもしれないけど頼むから少しでもいいから来てくれ」と言われ断れなくなってしまい一回だけならいいかと思い飲み会に参加したのです話してみると小野は優しく 周りの人たちからも信頼されているようで気さくな男でした最初はみんなでたわいのない話で盛り上がっていたのですがお酒が進むにつれて来るわ来るわ小野からの集中攻撃陽子ちゃんは彼氏いないの陽子ちゃんはいつもどこで遊んでるの陽子ちゃんお酒何が好き

とやる気なく答え飲みに逃げてましたしばらくして先輩が酔いつぶれて眠ってしまったので私はチャンスと思い先輩を介抱すると言い飲み会を後にしましたその日は特に何もなかったのですが次の日仕事が休みで家でくつろいでいると携帯にメールが届いたのです「小野です」 昨日は先輩のままるるちゃん大丈夫だったかなり飲んでたみたいだけど私は一瞬訳が分かりませんでしただって昨日私は小野とメアドを交換した覚えなどこれっぽっちもなかったのですいくら飲んでいたと言っても私はかなりお酒に強い方なので絶対に忘れません私は小野に なぜメアドを知っているのかと問いただしたところ小野はこう言いました「いやごめんごめん昨日洋子ちゃんがトイレに行っている間に周りのみんなが今のうちにメアドゲットしてしまえ」って生やし立てちゃってさ俺もその場のノリでやっちゃったんだそうです小野は私がいない間に 勝手に私の携帯から自分の携帯へメールし、なんと電話までかけているのです。なんでそんなことするんだと、最初は半ば切れ気味に抗議しましたが、小野は何度も何度も謝り、ただのメルトモでいいから、というのです。あまりにも何度も謝るので、ただのメルトモならと思い、その時は許してしまいました。 その後は心配していたほど頻繁にメールも来なく安心していたのですがある日突然仕事が終わったら話したいことがあるので会いたいとメールが来たのです何だろうと思い会社を出たところで待っていると小野がすぐにやってきましたしかしその姿を見て私は愕然としましたなんと小野は 真っ白いスーツに身を包み結婚式で花嫁さんが持っているような小さなブーケを持っていたのです私があっけに取られていると小野は手に持ったブーケを私に差し出し「結婚を前提に付き合ってください」というのですあの時の飲み会から一回も会ってまともに話すらしてないのに 何を言っているんだこの男はと呆れていたのですがさすがに会社の前だし誰かに見られるのも嫌だったので丁重にお断りして私は小野をその場に残し走り去って帰りましたしかしその日の夜からです小野の様子がおかしくなってきましたさっきはごめん急でびっくりしたんだよね 俺は全然怒ってないよ。メールちょうだい。洋子ちゃん、なんで返事くれないのかな俺さ、結構気短いんだけど、さっきの返事くれないの。いつまで伸ばすつもりなの。ごめん、もうしつこくメール送りません。お願い、電話だけでも出て。洋子ちゃん、ごめん。 よこちゃんごめんね陽子ちゃんこんな内容のメールが朝まで何十通と届くのです中にはいつの間に撮ったのか飲み会の時に私を隠し撮りした写真まで添付してありました私はもう何だか怒りを通り越して怖くなって 急いで小野のメアドと番号を受信着信拒否し削除しましたそして小野から最後に届いたメールにはこう書かれていました「陽子ちゃん死にたいって思ったことある俺陽子ちゃんとなら死んでもいいな正直 ゾッとしましまたけれど小野の,の執念はそれだけでは終わらなかったのです最後にメールが来てから半月ぐらい経ったある日家でテレビを見ていた私の携帯に登録してないメアドからメールが届きました今まるまる町のコンビニにいるんだけど ようこちゃんちってこの辺だよね今日仕事休みでしょどっか遊びに行こうよ小野からのメールでした小野は私の家から数百メートルと離れていないところまで来ていたのです一体どうしてどうやって調べたのでしょう私は驚きと恐怖でしばらく固まってしまいました とにかく携帯を握りしめて急いでメアドも変え家から一歩も出ずにこの家がどうか見つかりませんようにと祈ってました今思えば友達に来てもらうとか親に電話するとかいろいろ対策はあったんですが情けないことにそんなことも恐怖で分からなくなっていたのです幸い小野は私の家までは来なかったのですが 最後に最大の恐怖が私を待っていましたメアドも変えたおかげかそれから一切音信もなくなったので私はいつしかおののことも忘れかけてましたたまに思い出しては先輩と「本当にあいつヤバすぎ陽子も災難だったねあんなやつだとは思わなかった」と話のネタにするぐらいでした そんなある日先輩と一緒に休憩していた時のことです先輩が携帯を見て急に曇った表情になったのですどうしたんですか先輩うん今朝からずっと知らない番号から無言電話かかってきてるんだよね着信拒否にしてもまた別の番号でかかってくるし何なんだろうこれ そういうの、ビシッと言った方がいいですよ。私、変わりましょうか。うん。ごめんね。私は先輩の携帯の通話ボタンを押し、電話に出ました。案の定、電話の相手はずっと無言です。もし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 私は頭に来て、 その相手を怒鳴りつけました。てめえさっきからしつけんだよ名乗れやこらやっと出てくれたね洋陽子ちゃん元気しわがれたおのの声でした思わず私は先輩の携帯を投げてしまい 体の震えが止まままらなくなくってしまいましいたその後はもう先輩と二人で半泣きになりながらその日のうちに一緒に携帯を変え先輩は小野の友人に小野にもうこれ以上私に関わらないように説得してもらいましたそれからというもの小野からの着信はピタリとなくなり私も怯えずに済んだのですが 元からあまり男性と関わるのが好きではなかった私はさらに輪をかけて男性不審になりストレスで大量に髪の毛も抜けてしまいましたつながりは携帯電話だけなのにあんなにも人というのは誰かを追い込むことができるんです本当に怖かったです お守りババア地元のヤバいやつの話俺が小学生だった頃地元に有名なヤバイババアがいたあだ名はお守りババアお守りババアは俺が通っていた小学校の正門前に夕方頃になるといつも立っていたお守りババアは一年中厚手のコートを着ていて 同じくいつもかぶっているフェルトの帽子にはたくさんの小さなぬいぐるみが縫い付けてあったコートも帽子も原色まんまの赤一色で教室から肛門を見ただけで一目でお守りババアがいることが分かったお守りババアはいつも両手を体の脇にぴたりとつけた気をつけの姿勢でその姿勢を崩すことは決してなかった いつから入浴をしていないのかお守りババアの周りにはいつもきついいアアンモニア臭が漂っていた。そんなお守りババアがお守りババアと言われるゆえんは「お守り作ったけもらってくんのと通りかかった小学生に声をかけてくることからだった。 高学年や親にお守りババアのことを話してもいいから気にしないで無視して関わるなと誰もが言われていた単純に不気味だったからということもあったがそのせいでほとんどの子がお守りババアを無視して日々を過ごしていたそんなある日俺の学年に転校生が来たそいつは初日から鼻息が荒くいじっぱりで無香水なやつだった 今思えば転校生だからとなめられたくなかったのだと思うがそいつはいろんなことにすぐ張り合ってくるやつだった。なあ夕方に校門前にいるおばさん何なのそいつが転校してきて何日か過ぎた後、俺のグループが昼休みに校庭で遊んでいると突然転校生が俺のグループに声をかけてきた。 どちらかというとおとなしい子が多かった俺の学年の中で俺のグループはやややんちゃなやつが集まり良くも悪くも学年の話題の中心に俺たちのグループはいた今思えば友達がまだできていなかった転校生は俺たちのグループと仲良くなれば早く学年に馴染めると思ったのだろう俺たちは突然の乱入者に戸惑いながらも お守りババアのことを転校生に教えた初めは真面目な顔をしていた転校生だったが俺たちが腫れ物を触るようにお守りババアのことを話す様子を見てか徐々に俺たちのグループに噛みつき始めた臆病だな俺はそんなババア怖くもなんともないよこちらを蔑むように言う転校生に だんだん腹が立ってきた俺たちは「じゃあ」とお守りババアから「お守りをもらってきたら俺たちのグループに入れてやる」と意地の悪いことを転校生に言った初めは何の勘の言って断ろうとする転校生を俺たちも悪乗りし始めてもらってこなかったらお前が実は臆病な奴だと言いふらすと言ってしまったそうしてその日の放課後 天候生は後ろから林立てる俺たちに追われるようにしてお守りババアに近づいていったお守りババアはその日も校門から出てくる子供たちにお守り作ったっけもらってくんろと何度も何度も同じ調子で繰り返していた天候生は時折泣き出しそうな顔でこちらを振り向いていたが 腕組みをしてニヤニヤ笑いながら見ている俺たちの様子を見て覚悟を決めたのか早足でお守りババアの前に進んでいったお守りください上ずった声でどなるようにお守りババアに声をかけた転校生の方をお守りババアはゆっくりと向いた手作りだっけ 大切にしてくんのそう言うとお守りババアは帽子を手に取りその中からフェルトで縫った赤いお守りを取り出して転校生の前に突き出した転校生は何度かためらった後、奪い取るようにお守りを受け取ると俺たちの方に駆け寄ってきた汗を浮かべて青ざめた顔の転校生に俺たちは何も言えず ただ呆然と転校生の顔を見つめていた。ありがとなあ大切にしてくんろ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 。呆然としている俺たちの前で、突然お守りババアが、 同じセリフを大声で繰り返し始めた俺たちは突然ものすごく怖くなり叫びながら裏門に向かって全速力で走ってその場を後にした裏門のある校舎裏に逃げ込んだ俺たちは息を切らしたまま汗だくで引きつったお互いの顔をじっと見つめていたしばらくして恐怖感が薄れると思わず吹き出してしまい 俺たた。ちは腹を抱えて笑い合ったそこには当然その日の主役の転校生も混じっていた。なあお守り開けてみようぜ。誰が言い出したのかは覚えていないが逃げ出すほどの恐怖感を味わった反動なのか逆に妙な興奮状態になっていた俺たちは転校生の手に握られたお守りを 囲うように身を寄せ合うとニヤニヤしながらお守りの紐を緩めて中身を取り出したお守りの中には一枚の紙が入っていたこの子が早く死んでケイコとあの世で遊んでくれますようにケイコが好きなこと一折り紙 二一輪車三縄跳び稽子が好きだった赤色になるように血まみれでこの子が死にますようにさっきまでの興奮状態はすぐに引き逆に鳥肌が全身に立ったその髪を取り出した転校生はブルブル震えだし 髪を凝視したままボロボロ涙をこぼし始めた。俺たちはそんな転校生の様子を見ても何も言えず、ただ同じように髪を凝視していた。すると突然、転校生が誰かに強く髪を引っ張られ、校舎裏の地面に引きずり倒された。振り向くと、そこに鬼のような行走をしたお守りババアが、 転校生の髪を掴んで俺たちの後ろに立っていた大切にしてくんろ大切にしてくんろ大切にしてくんろお守りババあは転校生の髪を掴んだまま腕を振り回し転校生は恐怖で口から泡を吹きながら 髪をつかんでいるお守りババアの手にしがみついていたパニックになった俺たちは何度もごめんなさいと叫びながら転校生を振り回すお守りババアを止めようとアンモニア臭がきついお守りババアの体に泣きながらしがみついたやがて騒ぎを聞きつけた先生たちが駆けつけ お守ばバあは先生たちに取り押さえられた後、警察に引き渡されていった事情を聞くために警察署に行った俺たちはしゃくり上げるほど泣きながらその日の出来事を警察官に隠さずしゃべった俺たちを迎えに来た母親たちは俺たちが無事であることにホッとすると何度も平手で頭をたたいてきた だから関わるなって言ったでしょうが涙を流しながら頭を叩いてくる母親を見て俺たちは調子に乗って転校生をたきつけたことを後悔したその日の夜帰宅した父親に俺はこぶができるほどきつくげんこつをくらいこの事件のこともお守りババアのことも二度と口にしないようきつく約束させられた。 翌朝会ったグループの友人たちもコブができていたり青タンを作っていたりしていてみんな一言も昨日の事件について話そうとしなかったのでどこの家も同じような状況だったのだろうそしてその日以来転校生は学校に来なくなった事件から1週間ほど過ぎた後、俺たちは担任の先生に呼び出され 転校生をいいじめめたただろうと問い詰められた俺たちは否定したがその日転校生の親が学校に乗り込み転校生がいじめが原因でおかしくなってしまったと騒ぎ立てたらしいそうして俺たちの親は学校に呼び出され当事者の親たち同士の話し合いの末結構長くの慰謝料を 転校生のの親親に俺たたちの親は支払っ慰謝料が支払われると転校生は再び転校していったお守りババアもその後二度と校門の前に現れることはなかった結局名前すら覚えてあげられないまま転校した彼がどうなったのかもお守りババアがなぜあんなものを配ろうとしていたのかも 俺は今もも知るよしもない別光雨。私がまだ小さかった時に体験した実はある夏に近所の神社の縁日でたくさんの屋台が出ておりそこで べっ甲飴の屋台が出ていました。飴は小さくて丸いものという認識しかなかった私は、色付きガラスのようなべっ甲飴と、むせかえるような飴の甘い匂いにワクワクしました。一緒にいた両親は、きれいね、とは言うが、虫歯になってしまう、こんな大きいのは食べきれない、などの理由で買ってはくれず、 べっ甲飴にすっかり魅了された私は、次の日から毎日一人で屋台を見に行っていた。数日続いた縁日の最終日になり、その頃には顔なじみになっていたべっ甲飴屋のおじさんは、最後に棒付きの小さいべっ甲飴を、食べ終わったら歯、はあ、磨けよ。と言いながらくれ。 私は早速どこかで座って食べようと境内を見渡しながら歩いていましたすると他のおじさんにも「これもやるよ」と砕けたべっ甲飴が詰まった袋をもらいました境内の脇でもらった棒つきべっ甲飴を食べ途中でそろそろ帰ろうとべっ甲飴屋さんの屋台の前を通り バイバイ、飴ありがとう。の意味で手を振ると、べっこ屋のおじさんが片付けをしながら、もう食ってるんか。と笑いながら話しかけてきたので、私は、まだこっちもある、と砕けた飴が入っている袋を見せました。するとおじさんはじっとその袋を見ると、 こっちへよこせと手招き袋の中は割れたガラスの破片でしたもし砕けた飴の方から食べ始めていたら今でも縁日に行ったり屋台関連の風景を見ると思い出しますその後警察が来て 縁日の中で異様な雰囲気になったことを強烈に覚えています別荘飴屋のおじさんと話し迎えに来た母と一緒に警察の方に事情を聞かれました私は泣いてしまいあまりまともに返答はできていなかったと思いますが大人になってから母にこの時のことを聞いたところ他の屋台の方が 怪しい男が袋を持って立っていたと証言したらしいです捕まったかどうかは分かりません変わった古着屋前に叔父から聞いた話を紹介したいと思います おそらく二三十年前、おじが様々な地方をめぐって仕事をしていた頃、ある地方都市で一週間、ビジネスホテルで生活しながら働くことになった。おじはそのホテルの近くに変わった古着屋が建っているのを見つけた。そこは一階が古着屋。 中の階段を上がった2階がレコード屋になっている店で、2階に中年のおじさん、1階に若い店員がいたという。店の雰囲気から中年のおじさんの方が2つの店の店主らしい。どちらも古びた洋風の内装とやや暗い照明で、扱っている品とはギャップのある、 レトロというよりアンティーク調の不思議な雰囲気を出していたという。そこの店では、おじの好きな60年代、70年代の洋楽がいつも流れていた。有線か、店主が趣味で編集したテープを流しているのだろうとおじは思った。おじは古着に興味はなかったが、レコードと 店の雰囲気で通っていた。おじは仕事の最終日にレコードでも何枚か買っていこうかと思い夜その店に行った。店に入ると今日並べたばかりらしい古びた感じのジャケットが売られていた。普段そんなものを着ないはずのおじはなぜか妙に惹かれてそれを眺めていた。 ちょうどその時、聞き覚えのある音楽が流れてきた。しかし、おじはその曲の名前が頭に浮かんでこなかった。おじは少し悩んだ後、上のレコード屋で確認しようと、階段に目を向けた。すると、階段の横の壁に、 見たことのない穴が開いていた。床から少し上のところをつま先で何度も蹴って開けたような凸凹した横長の穴だった。おじは一瞬戸惑ったが、普段はそこに段ボール箱が置いてあるのでわからなかったことに気づいた。しかし、なぜ壁を直さずに、 ダンボール箱を置くだけで済ますのか。不思議に思いながら階段へ行こうとしたとき、穴からのそっと何か出てきた。おじには最初、変な生き物に見えた。よく見ると、それは、手のようなものだった。穴から、 手首の先だけ出して、下にかかったものを取ろうと指を動かしているように見える。しかし、大人の手より明らかに大きい。手は何かの病気のように気味悪く黄ばんだ色で、爪も土を素手で掘った後のように黒くボロボロだった。どの指も、 太さも長さも同じくらいで、親指と小指の区別もつかない。指の生え方が違うのか、普通の手より完全な左右対称に見えるのが余計不気味だった。また、中指の付け根がちらつくので、指輪をしているように見えた。 おじはしばらくそれを見ていたが、もっとよく見ようと近づくと、穴の中に消えてしまった。あまりに変なものだったので、若い店員の方を見たが、下限な顔をされた。ちょうどそこに、何か用があったのか、二階の店主が階段を降りてきた。店主に、 今見たものを知らせようと声をかけて穴を指さしたとき穴から指が二本伸びてきてピクッピクッと指先を曲げながら左右にゆっくり揺れていたこちらをうかがうような虫の触覚のような不気味な動きだったというしばらくその動きを続け 自分のすぐ横にいる階段の途中の天守を向くと、指はまた穴に戻った。さすがに気味が悪くなったおじは、それ以上何も言わず入り口に向かった。その直後。おい、お前、箱どうしたという大声に驚き振り向くと、 店主が階段で穴を睨んだまま若い店員が慌てた様子で段ボールを穴の前に置きに行くのが見えたあの手のことは店主しか知らないみたいだった普段は穴塞いでるから油断したんだなしかし段ボール箱一つで穴塞げばどうにかなるものかな 結構でかかったんだけどな。でも、あの手より、箱を置いて済ませて、客の俺に説明も弁解もしない、あの店が一番怖かったな。と、おじは笑って語っていました。おじは今でも、その店があるのか、気になるそうです。 「あきち俺の小学校には授業の3時間目ぐらいに校門に現れる通称アキチンという黒い帽子にジャージを着た謎のおっさんがいてそいつは必ずその時間になると校門で踊っているんだ」「しかも毎回同じ踊りで毎回同じ場所」 手を上下に振りながら首をめちゃくちゃ振ってる。先生たちも知っていたが、最初小学校に入った時はみんなで楽しんで見ていたんだが、そのうち慣れてみんなも気にしなくなってきた頃、俺はみんなと縄跳びで遊んでいた。当時はリズム縄跳びといってラジオで縄跳びを飛んでさらに上級を目指す といいうのが流行っていたんだ。そんで肝心の縄跳びを学校に忘れた土日だったので先生は一人しかおらず先生と教室に入って縄跳びを取る際外を見たらなぜか校庭にアきチンがいたいつもの校門ではなくそしたらアキチンと 目が合ってしまった。初めて顔を見た瞬間、身震いした。なぜなら、顔が真横になっているからである。その瞬間、秋ンが、思いっきり走って、俺たちがいる校舎に向かってきた。考えてみると、先生が俺を校舎に入れたとき、校舎の玄関の鍵は開けた状態だった。 小学生だったため腰を抜かした俺は先生にせがりついた。先生もびっくりしたらしく、すぐさま近くにあったでかい先生用の1メーター蒸気を持って廊下を出て階段を降りた。するとバタバタバタッと階段を登ってくる足音が聞こえた。 隠れていろ。と言われたので、壁際に急いで隠れた。アキチンを待つ先生の姿は、ヒーローそのものだった。まる、俺がいいって言うまで、そこから動くんじゃねえぞ。と言われ、先生の高々しさにドキドキしていた。 足音もバタバタしなくなって数分たったが何も気配がない階段をのぞくと先生もバタバタする足音もなかったとその瞬間〇〇、もう出てきていいぞと聞こえたしかし先生の声ではない 急に期待から一気に恐怖に変わった。数分間その場で恐怖で震えていたが、今すぐここを出たいという気持ちと、あの声の恐怖が入り混じった。ついに決心した俺は階段まで一気に走った。すると廊下から、バタバタッ足音が追いかけてきた。 もう怖くて怖くて、とにかく走った。もう無我夢中で。玄関を出て、すぐ校門まで走ると、もう足音は後ろから聞こえてこなかった。ぐしょぐしょに泣きながら校舎を見ると、俺の覗いた教室から、先生とあきちんが顔を出していた。 後日、その先生は、職員室にいた。それ以来、もう先生と話すこともできず、顔を合わせるのが嫌だった。先生はその事件以来、一週間で教師を辞めてどこかへ行ってしまった。明人も、それ以来見ていない。もうあのことを思い出したくない。色い々ろいろ謎が多すぎる。 またあのアキチンの顔を思い出すと背筋が凍るこっちに来るような気がしてレスキューそれでは同僚が体験した話です。数年前、 大きな台風が来た夜のこと「同僚 Y は出張からの帰り道浸水する道路を必死で走行していた」「時間は0時近く」「夕方過ぎから警報も出ていたのでその頃は車両もほとんどなく数十メートルおきに置かれた街灯の明かりだけが頼り」「視界は最悪」 道路はどんどん水かさを増してくる。Y はそれでも叩きつける雨の中ワイパーをフル回転させながら必死に車を走らせていたんだけどついに前に進めなくなった。窓を開けて下を覗き込んでみるとタイヤがほぼ水に浸かっていてドアの隙間からはじわじわと 雨水が染み出し始めてきていたこりゃもうダメだと思った Y は自分の入っている自動車保険に集中豪雨の際のトラブルみたいな情報があったことを思い出して応援を呼んでみることにした実際こういうのを呼ぶのは初めてだったからちょっと緊張しつつ携帯を鳴らすと深夜にもかかわらず 向こうはすぐ出た。丁寧な対応で事情を話すとレスキュー班をすぐ派遣してくれるとのこと Y は現在地の詳細を伝え「お願いします」と言って電話を切った「雨はまだまだ激しく降っている」「風も光豪,豪、外は真っ暗で心細い」「早く来てくれないかな」 と思いつつ時間をやり過ごしているとサイドミラーにぼんやりと近づいてくる明かりが見えたやっと助けが来たようで Y はほっとしたケイトラのような車両が Y の車の後ろにぴったり止まり中からレインコートを羽織ったスタッフが現れた窓をコンコンと叩くので少し開けると 大丈夫ですか思っていたより若い、まだ青年のような男だったが、Y には救いの神に見えた。早かったですね。出られますかドアが水圧で開かないみたいなんです。じゃあ窓から出ましょう。僕が引っ張るんで。手際よく、Y は無事に車から出された。 スタッフの男は自分と揃いのレインコートを Y に羽織らせ、後ろのトラックまで誘導してくれた。Y はレスキュー車の助手席に乗せてもらった。タオルも貸してくれた。スタッフの青年は自分は Y の車のエンジンとか車両の不具合状況を調べなきゃならないから、ここで少し待っていてくれと言った。 これサービスです。温まりますよ。青年は Y に魔法瓶を差し出して、自分は豪雨の中出て行った。至れり尽くせりだなと感謝しつつ、Y は魔法瓶の中身を注ぐ。紅茶だった。あったかい。湯気とともにいい香りが車内に立ち込めた。猫舌なので、 紅茶をちょびちょび舐めるように飲んでいると、携帯が鳴った。画面を見ると、保険会社からだった。レスキューが無事着いたかどうかの確認だな、と思い、Y は電話を取った。あ、Y さん、〇〇社です。ご状況、いかがでしょうか。ああ、どうも。実はですね、大変申し訳ないのですが、 〇〇道が波浪警報のため現在通行止めになってしまっていて、Y さんがいらっしゃる地点まで大きく迂回していかなければならないため、スタッフがそちらに着くまでに最低あと四五十分はかかってしまうと思われるんです。えもしもし。もしもーし、Y さん。 大丈夫ですかあのー、はい。あのー、スタッフの方、もうついてますけど。え ?10 分前くらいに、男の若い人、私、もう車両から引っ張り出してもらいました。え、本当ですかええー、今、紅茶をいただいて、 紅茶会話がなかなか噛み合わない。保険会社の社員は、やつぎばやに質問をしてきた。そのレスキューは何時ごろ来たか、どんな車両で、どんな人装で、どんな服装で、何人来て、どんな対応をしたか。Y は答えながら、 携帯を握る手に汗が滲んでいくのを感じた。不安から自分がだんだん早口になっているのが分かった。保険会社の社員は、Y さん落ち着いてくださいと言った後、一呼吸を置いてこう告げた。あの、それは、本当に当社のスタッフでしょうか。 保険会社の社員の話では、Y の元に来た男は、服装や車両の特徴も自社スタッフと全く異なるという。通常豪雨時の応援には最低二人以上のスタッフを派遣することになっているし、温かい紅茶のサービスなんていうのも行っていない。Y は、訳がわからなくなった。 保険会社の社員も同じく訳がわからないようで、現地に向かっているはずのレスキュースタッフと連絡を取ってみて、現状を確認次第再度連絡します。と告げ、Y の返事も聞かず電話は切られてしまった。Y はしばらく放心したが、自分の置かれている状況を整理すると背筋が凍った。 前方の Y の車両の脇で何か作業をしている風なレインコートの影あれは一体誰なのか保険会社のものではないとしたら今自分が乗せられているこの軽トラは何なのかこの紅茶は何のために飲まされたのか ここから逃げた方がいいのか、助けを待った方がいいのか。Y は混乱する頭で考えた。窓の外を見ると、一時期よりは雨は弱くなっていた。もし逃げ出せるとしたら、今がチャンスなのかもしれない。でも、どこへしかも足場は最悪だ。 ふと、前を見ると、男の姿が見えない。あれと思い、フロントガラスの結露を拭ってもう一度よく見たが、やはりさっきまでいたはずの男の姿が見えない。どこへ行ったんだろう。Y は、意を決して外に出てみることにした。 さっき男が貸してくれたレインコートを羽織ろうかと思ったけどやめた。車から降りると水かさは膝下まで来ていた。Y は恐る恐る軽トラの周りを一周した。男に鉢あったら間違いなく悲鳴を上げただろうが合わなかった。その時、携帯が鳴った。 保険会社からだった。あ、舞さん、大丈夫ですかはい。あの、あと10分ほどで救助スタッフが到着するそうなので、もう少しの辛抱です。大丈夫ですかあんまり大丈夫じゃなさそうです。あの、 念のため警察にも通報を入れたので、それもそちらに向かっていますので。私はこの場にいた方がいいんでしょうかそれとも逃げた方がいいですかあの、実はですね。はい。Y さんが現在いらっしゃる近辺、刑務所があるそうなんですよ。 えそのあたりいつもなら夜中に巡回のパトカーなんかもいるらしいんですが今夜は台風でそれもないので十分に気をつけてくれとのことでしたと不安要素だけを告げて電話は切れた電話を切ったけど車内に戻る気にもなれなかった Y は 念のためもう一度軽トラの周りを一周してみることにした男の姿が突然と見えなくなったことがとにかく不安だったそうして Y がちょうど軽トラの真後ろに回り込んだ時突然軽トラのエンジンがかかる音がしたまさかと思ったが雨の中 軽トラが地響きを立てて動き出した。しかもバックに。Y は慌ててバシャバシャ水を蹴りながら後ろに逃げた。だけど、軽トラはまだ下がってきた。のっそりと。Y が真後ろにいるのがわかっていて、あえてじりじりと押しつぶそうとするように下がってきた。 Y は軽くパニックになった。逃げても逃げてもトラックは後ろ向きに迫ってきたその時逃げまとう Y の目にこちらに近づいてくる車の明かりが飛び込んできた Y はそれに向かって必死で走った今度こそ本当に保険会社のロゴの入った大型車だった 軽トラは Y を追うのをやめて前方にすごい速さで走り去っていった Y は雨の中倒れ込んで保険会社の救助スタッフに抱き起こされた保険会社のスタッフ二人も Y を引き殺そうとする軽トラをちゃんと見ていた Y の車は何もされていなかった 窓ガラスが粉々に割られていたとか、扉が外されていたとか、シートがズタズタにされていたとか、タイヤがすべてパンクさせられていたとか、フロントガラスに手形がいっぱいついていたとか、そういうことも何もなく、雨の浸水被害だけで人為的な損壊は本当に何もなかったそうだ。だから、 あの男が雨の中で何をしていたのか全く不明。あの謎の紅茶も毒だとか睡眠薬が入っていたということも何もなく、本当にただの紅茶だったらしい。一応警察に男の人相なんかも話したらしいけど、指名手配犯にそんな奴はいないし、近くにあるという刑務所内でも、 その日は脱走犯とかはいなかった。別にそのあたりは事故現場で幽霊が出るとか違く付きスポットでもなかったし、だから本当にあの青年が何者で何が目的なのか誰にもわからない。なんで Y を引き殺そうとするみたいに突然バックしてきたのかもなぞ。ただ、 君の悪い事件だったから、その後保険会社に Y は連絡して、解約したらしい。謎の組織に一家全滅させられた話。俺が小学生の頃、自宅に新興宗教の勧誘が来た。 最初母がやんわり追い返していたんだけど、三日に一度はうちに来て、母にしつこく入信を勧めてたんだ。母はあまり気が強いタイプじゃなかったから、なんとなく話を聞いて、ごめんなさい、また今度、という感じで帰ってもらってた。勧誘があんまりにも頻繁になってきたので、ある日父が、 ちょっと強めに追い返したすると勧誘のおばさんはそんな強く言ってもダメあなたたちがこちらに来るのは運命なんだからと言って帰っていった父は念のためと警察に相談しその日から近所の駐在のおまわりさんが巡回してくれることになった そして一週間後に母は失踪。失踪している間に例の勧誘おばさんがまた来た。ほらねえ、言った通りでしょあなたたちが新人してくれればお母さんは帰ってくるのよ。その時自宅には俺と姉と弟しかいなかったから怖かった。 おばさんは、今度はお父さんがいる時に来るから、と言って帰って行った。おばさんが帰った後に、姉が急いで父に電話した。父はすぐ帰ると言って電話を切った。俺は泣いてる弟をなだめながら、お母さん、早く帰ってきてほしいな、と思った。 しかし結局母は帰ってこなかった。姉は学校の先生に連絡をして、今こういう状態なのでしばらく学校を休ませてほしいと伝え、それからは駐在のおまわりさん、それから先生がたびたび自宅に来てくれるようになった。父は会社でも割と上の方の役職に就いていたのだが、 決算期と重なってしまって休むわけにはいかないということだった俺は中学生だったので部活もやっていたのだが状況が状況なのでホームルームが終わったらすぐ帰ることにしてた先生も心配してくれてたそしてしばらく俺弟姉だけの生活が続いた時々姉の担任の先生も 一緒に食事をしてくれてた。心強かった。それからしばらくは勧誘のおばさんも来ることがなかったので平和だった。以前母親の足取りはつかめなかった。失踪届も結構前に出していたが、進展はなかった。警察の人もちょくちょくやってきて状況を聞かれたけど、母からの連絡もなかったので、 いいよいよ手詰まりだった俺たちは考えたくもなかったがちらほらと母はもう帰ってこないだろうなと思っていた俺の運動会があった弟姉父が来てくれて久しぶりに楽しかった家族でレッドロブスターなるファミレスでちょっと豪華なご飯を食べ帰宅 玄関の鍵が開けられていたそして玄関から仏間に向かって足跡がたくさん残されていた「泥棒」と父が叫んだしかし結果的に泥棒じゃなかった仏間の仏壇が閉じられていて青いガムテープで封鎖されていた姉が「ヒー」と。 と叫んでガクガク震えていた。弟もギャンギャン泣いた。とても異様だった。父も呆然としていた。俺たちはまだ屋内に誰かいるんじゃないかということで一箇所に固まり、父は警察に電話した。まだ携帯がない時代だった。近所のおまわりさんがまず来て、 その後警官が何人か来た父が実況見分に立ち会い俺たちは貧血でフラフラの姉を自室に運びそのまま3人でボロボロ泣いた結局何も取られなかった空き巣の犯行ということになったが例の勧誘おばさんのことは警察も知っているので近所の聞き取りなど熱心にやってくれた そして、俺の運動会の日、自宅前に黒いハイエースがしばらく止まっていたらしい、ということが分かった。その一ヶ月後、自宅から遠く離れた県外で、母が死んでいるのが見つかった。母が死んでたのは群馬の山中、首吊りだった。しかし、 手を後ろで縛られていた。なぜかゆるく縛られていて、外そうと思ったら外せるゆるさだったらしい。俺はその辺のことをあまり覚えていない。後から父に聞いた。警察は自殺ではなく他殺と見て捜査を始めた。しかし手がかりになるものは何一つなかった。 母が失踪して確か一年近く。どこにいたのか、どのように生活していたのかはまるで謎だった。捜査に何の進展もないまま、今度は姉が襲われた。襲われているところを通行人に助けてもらった。犯人は知恵遅れの男性。この男の親が目を離している最中に、 姉に襲いかかった。人の目のあるところからトイレに引きずり込まれたそうだ。なぜ誰も止められなかったのか。俺は未だにその辺を歩いていた一般人を恨む気持ちはある。仕方のないこととわかっているけど、どうしても許せない。姉は気丈にも立ち直ったように生活していた。 でも、ダメだった。俺が学校から帰ったら、自室で睡眠薬を大量に飲んで、黄色い破くを履いていた。俺はその光景が未だに忘れられない。姉は即入院し、それから再度、自殺した。姉の葬儀が終わってから、父は会社を辞めた。 会社は父に結構な額の退職金を支払ってくれた。父は日中呆然としていた。俺や弟が話しかけても、うん、うん、しか言わなかった。近所のおばちゃんたちもすごく協力してくれて、夕ご飯をくれたりもした。ある時俺が学校から帰ると、 父が仏壇の前で突っ伏していた。酒を飲んでいるようだった。俺はすごく悲しくなってしまって、父の背中にしがみついて泣いた。おんおん泣いた。俺はあまり泣いたりするような子供ではなかったので、少し父が驚いていた。そして、ごめんな。ごめんな。 と言って一緒に泣いた警察からの捜査の進展に関する話などもなかった俺は高校に入学した弟は中学生になった父は自分の前職での技能を生かし在宅で仕事を始めた仕事は前の会社がたくさんくれた 家の家事は全部自分がやった。弟には勉強をして欲しかった。部活をして欲しかった。その辺の中学生と同じような生活をして欲しかった。しかし、そうはいかなかった。弟は学校帰りに車にひかれて死んだ。車と壁に 挟まれて死んだ。運転手は若い男で最初は脇見運転だったと供述していたが後に大金を積まれて頼まれたと自白したそうしてその男に依頼した女レイの勧誘おばさんにたどり着く勧誘おばさんは逮捕された理由は 私の言うことを聞かなかった一家が憎いとのことだったしかし不審な点がいくつもあったまずその勧誘おばさんはすでにある宗教に入っているわけではなかったつまり一人で自分の作った宗教の勧誘を行っていたうちに空き巣を働いたのもこのおばさん となると、話がこじれてくる。大量の足跡は、おばさん以外に誰が。おばさんは、警察の尋問をのらりくらりとかわし、この話の真相を語らなかった。身分を証明するものを何一つ持っていなかった。背景は何もわからなかった。ただ、金をたくさん持っているが、 その資金の元もともわからなかった。何もわからなかったんだよ。無念だった。怒りしかなかった。おばさんは交流期間中に死んだ。心筋拘束だったらしい。父は引っ越しを提案した。俺もそうしたいと思った。家には楽しい思い出よりも、 悲しい思い出の方が圧倒的に多かったから。事件が事件だから、もし近所の人にも迷惑がかかったら申し訳ない。俺と父さんは引っ越しの準備、そもそも家には必要最小限のものしかなかったけど、ちょくちょく進めた。そして引っ越しを次の週に控えた木曜日の夜、俺と父さんは、 近所の銭湯に行った暖かかったそして少しだけ嬉しかった父さんも久しぶりに笑った二人で一緒に帰っている途中サイレンの音が自宅方向から聞こえてきた自宅が炎上していた 俺は何も言えなかった。父さんも放心状態だった。燃える我が家を見つめ、あ、家が、あ、あ、とつぶやいていた。父さんの目にゴーゴーとした炎が映っていたんだよ。 放火だった。燃えかすの中に建材に灯油かなんかを浸したものというのが見つかったらしい。犯人は捕まらなかった。近所の家にも被害が出た。父さんは土下座をしていた。でも被害が出た家のおばさんは俺のことをぎゅっと抱きしめて泣いてくれたんだよ。 俺たちは引っ越した。引っ越した先で父はおかしくなってしまった。自宅で仕事をしていると、まだ普通だった頃の母さんと姉ちゃん、弟が普通に部屋にいるらしい。そして昔のように、お父さん、またおならしたでしょう。とか、ねえねえ、来週鴨川シーワールド行きたいね。とか、 話しかけてくるみたたいだった俺も実はちょくちょく見ていた。見ていたけど、これは幻覚だ。幻覚だ。と思い込むようにし、徹底的に無視していた。受け入れたら、もう俺はダメだと思っていたからね。でもある時、俺と父さんと二人で晩飯を食っている時に、台所から、 あ、醤油切れちゃった。という母さんの声を聞いてしまった。父と目が合った。聞いたようだった。父さんは。<laughs> 母さん、今は買ってくるわ。と言って。 一瞬真顔になり俺の首を絞めたすぐ正気に戻りああああ俺はなんてことをそう言ってベランダに向かいそのまま飛び降りたんだこうして父も死んだ 俺が残った。俺は父さんの兄に引き取られて高校卒業し都内に就職して一人暮らしを始めた。それから結構な年月が経ってしまった。俺は今年32、結婚もせずにまだ一人でいる。俺の部屋にはたびたび家族がいる。 懐かしい昔の姿で生活している悲しいのはみんな当時の年齢そのままなんだ病院も行った精神的に不安定と言われた薬ももらったが姉の自殺した時の光景が忘れられなくてあまり飲めないでいるこの話はこれで終わりです か全滅というのは、俺がもう限界だからです。自殺しようとは思っていないけど、あのババアの呪いというか、そういったものがあるような気がして、いつか、サクッと死ぬんじゃないかって。 話さなかった。一昔前のことですが目の前で見たちょっとシャレにならない話です。年末冒険のフェリー乗り場で船の時間待ちをしていた。寒空の下ベンチに座って海を眺めていたら駐車場で 妙な動きをしている軽自動車に気がついた。区画に入れたと思えばすぐに出たり、駐車場内をぐるぐる回ったり、何してんだ、とぼんやり見てると、俺のそばまで来て止まり、中年の痩せた女が出てきた。続けて、娘と思われる小学校低学年くらいの女の子と、 もう少し年長の女の子が出てきて、中年女にジュースを買ってもらっていた。自販機を探してたのかと思い、俺はそれっきり興味をなくしていた。しばらくして、パトカーが駐車場に入ってきた。フェリーの建物に横付けして止め、中から年寄りの警察官と、 若い20代前半くらいの警察官が降りてきたのんびりとした様子で事件とかいう感じじゃなくゆっくりと建物に入っていった年末だったんで歳末警戒とかいうやつだろう俺もそろそろ中に入ろうかなと思っていると駐車場の方からタイヤが擦れるキキ という音が聞こえたとっさに振り返ってみるとさっきの車が急発進していた海に向かってスローモーションみたいに車がゆっくりと岸壁から離れあっと思っている間に頭から海中に飛び込んだ俺はしばらくの間呆然としていたが 誰かの、車が海に落ちたぞという叫び声で我に帰った。辺りにいた数人と岸壁まで駆け寄る。車はケツを水面に出してぷかぷか浮いていた。俺はどうしようと思ったが、何もできるわけがなく、波間にゆらゆら揺れる白い車を見ているだけだった。しばらくして、 リーの建物から従業員と先ほどの警察官2人が入ってきたしかし彼らにしたところで何ができるわけでもなく岸壁まで来て呆然と立ち尽くした重苦しい緊張が場を支配するやがて意を決したように若い警察官が上着と拳銃などを吊るしたベルトを 年配の警察官に渡すと一気に海に飛び込んだ。海面に浮き上がった警察官は徐々に沖に流されつつある車に向かって泳ぎ出した。が、頑張れ周囲から警察官に向かって声援が飛ぶ。俺も我知らず叫んでいた。その警察官は あまり泳ぎが得意ではないらしく、浮き沈みしながらも、なんとか車までたどり着いた。そして、車体に手をかけ、リアウィンドウの上によじ登る。車は、警察官が乗っても、まだぷかぷか浮いていた。岸壁から大きな歓声が上がる。警察官は、窓越しに何か叫び、 バックドアを開けようと取っ手を動かしていたが、ドアは開かない。車体が浮いているからには、中はまだ空気があるはずだが、そう思っていると、いきなり警察官が窓に拳を叩きつけた。何度も、何度も。離してやる。負けそうにするな。 途切れ途切れに警察官が怒鳴っている声が聞こえた。振り上げる警察官の拳が、遠目にも赤く出血しているのが見える。それでも拳を叩きつけるが、窓はなかなか破れない。その時、ようやくこの状況に気づいたのか、沖で操業していた漁船が猛スピードで近づいてきた。 漁船が車のすぐ近くまで来て、これで助かる。皆が、そう思った瞬間、慌てたためか、なんと漁船が車に衝突した。海に投げ出される警察官。しかもバランスが崩れたためか、車が急速に沈み出した。 岸壁から見る大勢の人の前であっという間に車は波間に消えてしまった出てきた者はいなかったしばらくして漁船に救助された警察官が岸に連れられてきた歩くこともできないほど憔悴した若い警察官に 皆が拍手した。俺も手が痛いくらい拍手した。助けられなかったけど、十分頑張った、と。すると警察官は地面に突っ伏して、大声で泣き出した。そして。母親が。 どうしても子供を離さんかった。子供が泣きながら手を伸ばしてたのに。おえつと一緒に漏れた言葉に、ぞっとした。